あ、皆さんこんにちは。ひなです。たかです。LT ブログです。はい、ということで今ね、インドネシアのギリシマっていうところに来ました。めちゃめちゃちっちゃくて、車とかモーターバイクとかなんもないし、歩いて1時間で回れる。それぐらい島がちっちゃい。ギリシマっていうところです。まあインドネシアのバリ島からスピードボートで2時間ぐらいのところ。ただ天気が良くない。そう、今雨季だからね、雨がねパラ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 降ってるんだよね。基本的に移動は歩きか、あとは自転車。馬車。そう、馬車があるんだよね。お、あれかな？今イスラム教の方がお祈りしてるから。ボリューム下げ目でということでね、ビーチに着いたらまた撮ります。海来たね。海だ。見事に人がいないんだけど、まあ、さっき雨止んだばかりだからまだみんな出てきてないのかな。すごいじゃん、海の真ん中にブランコがある。可愛らしいね。ギリシマのいくつかのところにある。ちなみにここのビーチのね、砂浜はね、貝殻がいっぱい落ちてるから裸足で歩くとちょっと切れそうな感じがする。めっちゃ痛いね。で、ちょっとあの奥わかるかな、このね、ビーチ沿いにもバンガローでホテルがあって、まあもちろん高いは高いけどね、まあビーチの目の前で泊まりたいっていう人は予約してみてください。まあでもただね、島がめちゃくちゃちっちゃいから、あの島の中の方の安めのホテル泊まって、まあ歩いて5分ぐらいでビーチ来るっていうのも全然選択肢としてありかなと思います。今ビーチ沿いをちょっと歩いてプラプラっとしてみます。おはようございます。おはようございます。昨日の夜やばかったね。雨がやばいよ、ここ。嵐かのような豪雨だったね、本当に。屋根取れるんじゃないかと思ったもん。もううるさかった。で、今ね、朝になったから朝ごはんを食べに来ました。昨日もね、ここの店行ったんだよね。ここめちゃめちゃ美味しい。そう、ギリ島に来る人はね、本当おすすめなんだけど。 Hello, good morning. How are you today, guys? Good. Thank you, and you? てか、まずさ、この階段やばない？角度がほぼ90度。ちょっと上から目線ね。やばね、これ滑ったら普通に直角で落ちます。で、昨日と同じ席、はい、食べましょう。最初綺麗だけど食べ始めるともうぐしゃぐしゃだよね。大丈夫、めっちゃ美味しい。まさかまたね、転びました。この階段急すぎて、多分この辺から滑って一気にここまで落ちて、ただね、まさかの奇跡が起きて何も怪我はしてない。ちょっとお尻が打って痛いぐらいで、スーキーズとかは何もないので、まあ、もしね、ここのお店めちゃめちゃ美味しくていいんだけど、階段急だから来る人気をつけてください。本当に滑ります。マジで怖かった、ビビった。俺死ぬかと思った今さっき。怖っ。ちょっと周りに人がいてね、 Are you okay? Camera is okay? って言われて、もうアドレナリン出てるから痛くない痛くないっつって、大丈夫大丈夫っつって強がりましたけど、お尻はちょっと痛いっす。行きましょう。あぶね。今からシュノーケリングに行きます。うで、天気も良くなったから、まあ、雨が降らないことを願いましょう。お願いします。やばいよ、まだ海に入ってないけどびっしょびしょ。この海の水しぶきでみんなびしょびしょ。やばっ。
ランチ前に3回ダイブしてきました。もうね死にそうですよ、酸欠で死にそう。雰囲気もめっちゃいいよ。なんか落ちたね。めっちゃ集まった。